わあ、骸骨さんがいるね。ぶわ、べべべべべ。当たりもっけ。いてて。おいしょ。でも毒ってる毒ってる。オッケー。毒直して。いや、なかなかにやっぱしんどいな。強いな。鬼火。よし。一回離れて、ぐるぐる。やばい、相手の方がぐるぐるしてる。あぶな、回復。鬼がいるからどうぞ早めに決着してよ。鬼がいるから。鬼火。ぐるぐる。ドカン。オッケー、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 オッケー。やばい。そう、スタミナないから。ドキーン。やばい。ちょっと待って。危ねえ。ちょっと待って、なんか強いな。よし、普通のって痛い。ふな、今さ、今温度届いてたら多分死んでたよね。ふぅ、回復。いやちょっと待ってめちゃくちゃ苦戦してるな。いや怖っ。もうなんかもうさっきの雲のトラウマが、あんだけ気をつけてたのに。やっぱ忘れるんだなぁ、人って。あぶねえ。言ったのかよ。そんな話してたら。よっしゃい。あー待って、ここのアイテムも取っとくか、一応。何やい？そこか。上に登れる。テスト。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。よいしょ。怖い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 。よし。テソで一応なんかチューって言うんだな。開く。どっから行くかっていう話だよね。なんか3カ所くらい今道あったもんね。とりあえずこっちから行くか。まあ、さっきのはしごみたいなところから行った方がなんか良さげな感じはするんだけど。回復しとこうか。うわ、今日こんな届いたっけ。回復して、え、待って、なんかあやかしの夢二のコローが強い。回復。ちょっと待って、はめられる、はめられる。スタミナなくされてからの。うわ、ぶねえ。タイミングつかめないなこれ。なんかぶっちゃけ、なんか侍の道、侍の道編ではどちらかというとそんなに強い方じゃない妖怪だったんだけど、あやかし強いな。わ、雲ゾーン来ました。またわー、なんか思い出した。ここめちゃくちゃ、あ待って、めちゃくちゃ死んだ気がする。ここ雲にめちゃくちゃやられた記憶あるんだけど、わ、これちょっとなんか嫌な記憶よみがえってきた。なんかめちゃくちゃやられた気がする。でもなんか最終的に大筒使っ突破した記憶が、待て、あぶねー。使ってよかった、妖怪か。うっ、ほら、よし。わ、なんか思い出した。めちゃくちゃ死んだ気がするよマジで。危ね、回復。やば、回復ね
まずい。ちょっとマジでまずい。うわ、思い出した。そしてここのなんか、こう、これだ。なんか、この回るギミック、からくりがなんか全然わかんなかった気がする。うわ、思い出してきた。そして、いい記憶じゃなくて、ちょっと嫌な記憶。ふふ。すだまちゃん、なんか突破できなかったっていう記憶が。あ、やしろ、ありがてえ。まあ、ちょっとここの階層だけ、見てから、やしろ、見てからつかもうないわ、階層。拝んで、うーわ、なんかめちゃくちゃ思い出した。いや、ほんとに苦戦した気がする、ここ。調べる。うわ、やば。そうだよね。なんかこのギミックが全然わかんなかったんだよな、スイッチの場所が。こうスイッチがね、なんか光ってる感じじゃなく、普通に、あれ？さっきスルーしてたんだ、こんなアイテム。普通になんか、お、失礼しますよ。オッケー。ほい。オッケー。なんかスイッチが佇んでんだよね。確かね、どっかにね。何、何くつろいでんねん。あー、嘘でしょう。わあ、揚力ゲージなかったから、カウンターができなかった。いや、今日よく死んでるな、ちょっとな。じゃあ、あれかな、妖怪技に頼りすぎてるかな。カウンターが。やるな。やるな。やばい。もう、ちょっと待って。倒したけど。開かない。なんもないかな？他は。ちょっと今日やばいね。今回やばいね。さっきいたっけ？全然気づかなかったけど。この、一回死んでから。今通った時全然気づかなかったけど。ほい。うわ、なんかバレた。うわぁ。ほい。そこ。あ、ちょっと待って、なんか BGM 鳴り始めた。ちょっと待って、これまずいんじゃない、これまずいんじゃない。一回逃げる、逃げるか勝ちよ。回復、そしてぐるぐるドカン。いって、ちょっと待って、雲と共同なのやばくないか。うー、ぶねー、死んでてもおかしくなかった今。あ、ちょ、やばい、この HP まずい。軽く、あ、あ、いよいよ相手の体力っていうかスタミナ削れてるから今のうち。うわ、待って、追い打ちさせて、危ないって。ちょっと待って、一体ずつ仕留めよう。 OK、 まずは一人、次はお前ちゃい、二人目。うわ、おい、ちょっと待ってよ。待ってよ、ちょっと硬直時間狙ってくんのやめてよ。鬼火攻撃。いや、2回攻撃。こいつやるな。いや、なんか、今のなんか、今の敵が一番なんか、あれだった。やる気に満ち溢れてた、今。あんな2回攻撃、2回打ってこないよな、あんま。連続で。必殺技みたいな。おお、あと、ヤシャマル召喚しとこう。いでよ、ヤシャマル。いや、強いな。あれ、これ、降りて意味あんの？あれ、ここあれでしょ？あれだよね。そうだよね。来たよね。え？やばいよ、これ。また道に迷ったパターンのやつじゃないの？まあ、どっかに多分スイッチがあるんじゃないか？ここは？ここ降りて、あの反対側からじゃないと開きませんよって言われてるから、だ、上にやっぱ登るんじゃないのかな。登りましょうか。
登っ、あーそうだね、合ってるよね。おい、やさまるさんも手斧の、よっしゃ、手斧のコンビでやるか。よし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 、ここが多分開かないんじゃないか。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はい、そうだよね、ここ結局落ちんだよな。だから多分どっかにスイッチがあるはずなんだけど、そこのスイッチの場所が全然わからない。あれ、これ本当に毎回毎回このギミックがさ、そのスイッチギミックがあるとき本当に毎回毎回なんだけど、マジでわかんないんだよね。で、多分ここ降りる場所があるんじゃね。あ、待って、あ、待って、ここ行ってないよね。こ、あ、こっちから行くのか、まだスイッチじゃない。あ、こっから行くんだ。で、確かね、ここ敵いなかったっけ、ここにいなかったっけ。ちょっとやってみる、大丈夫かなこれ。ふぅー、誘爆。ボンバーマンだった、完全に。よいしょ、いたね、スケジュローがね。調べる。刀はこれもらえないのかな。いや、もうここ開くのかな、開かない。とりあえずまっすぐ進むしかないけど、ここはあれだね、常闇、常闇ゾーンだね。生ハゲ、じゃ、ま、じゃ、普通に今回死ん、うぶねーってすいた。ほい、普通に死んでるからな、ちょっと慎重になろうかな、もうちょっと。いや、結構あれなんだよね、なんか強い妖怪技にずっと頼ってきてた部分あるから。まずまずまず、オッケー、よし、あ、結構落ちるね、玉城。意外と落ちるわ、危な。よしよし、生ハゲさんが来る前に仕留めいるね、もういるよ。回復、自動回復使っとこう。ちょっと待って、ヤシャマルさんがまずいから延々でちょっと濁しつつ、それは聞いてない。ちょっと待って、やばい、ヤシャマルさんが死んじまう。うわ、ヤシャマル、お前はゴーのものだったよ。ちょっと待って、やば、落ちるわ、やばいやばい、これマジでまずい。怖い怖いよ。よっしゃい、とりあえず一体、あ、痛い。いや、生ハゲさん強い、やっぱ。角も、わー、消えた。あー、危ない。これまずいよ、マジで。どっちから来る？こっちか。とりあえずあいつだな。あいつだな。よいしょ。あー、まだ開かないでしょ？ここは、開けとくか。うーわ、ちょっとヤシャマルさんを失ったのちょっと寂しい。よいしょ、トニビ、やばいね、これまずくないか。回復回復、あいつも投げてくるんだな、まずい。おにびもう一回、やばい、おっしゃ、あぶねー。え、つかみ当たされてる最中に妖怪が死ぬとこんな感じになるんだ。途中でちゃんと中断されるんだね。なんか結構レアケースじゃない。今の、あー怖え、マジで。あ、とりあえず宝箱開けるか。とりあえずあれだね、落下に注意しないと。こう、そう、落ちた先になんかまた雲がねたくさんいて、それにまたボッコボコにされるっていうのがあった気がするから、そこはちょっと注意しないとマジでまずいよね。あれ、ここ何、あ、小箱ゲット。さあ、え、待って、子猫ちゃんの声、子猫ちゃんの声なんだ。スネコセルちゃんの声がしたから、やって、ここ来たところだからここはいいんだ、スルーしていいんだ。で、
いや、まずいな、マジで。迷子になるね。こう、青だから多分さっきと違うところでしょ。さっき赤だったよね、自分が。あ、スイッチ発見。そう、なんか前回ここのスイッチ全然わかんなかったんだよな、場所が。切り落として、これ何なの？あ、雲に当たるって感じ？アザイ、ヒサマサさんがいるけど、ちょっと一回スルーして、とりあえずこれで繋がったから、これでスイッチ切り替えてもいけるようになったはず、いろいろ。動いてます、動いてます。よしよしよし。で、赤そのままで青が動いてるから、あれ？これ意味あんの？あ、これ赤いスイッチこれ？これが分かんなかったんだっけ前回。なんかマジで分かりに普通の置物感すごいもんな。動かして、あぶね。あ、ありがとうすね、小鳥ちゃん。ああ、待って、玉城出すんかい。取って。これで？こっち？あれ？これ合ってんのかな俺。合ってる？もう一回回すとか、そんな感じ？もしかして。あれ？これどうやっていくんだ？待って。これ、大丈夫か？落ちて。ここもなんか行ける場所多分変わってるんだよね。ここって。あー、なんか、社があるところに来たのか？もうちょっとわかんないな。若干方向音痴なのかな、もしかして。全然わかんなくなっちゃった。やばい、なんかこう視点をさぐるぐるするからちょっと酔うかもしんないけど、若干自分が酔ってるけど、ちょっと待ってね、ちょっと待って。これはさ、どうだったっけ。多分場所合ってたと思うんだよね。なんか扉から多分抜けて、あ、オッケーオッケーオッケー、来た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 。落ちちゃったからね、さっきね。ふぅ。落ちないように。多分なんかこう回転したことによって落ちれる。ああ、あるよね、落ちる場所ね。あるんだけど、まあ、別にいいかな感あるから。上目指そう。まあ、2周目だとそこまでね。あんまり、あっぷね、落ちる落ちる落ちる。ああ、財産いるね。ただ NPC 系のこういう打ち方なぜかあんま戦っても意味ない感はあるから、まあ一応戦っとくか。あんま多分意味ないけどね。もう一回戦ってるしね、過去に。 OK OK、 ありがとう。あ、でもおチョコとかもらえるんだったらまあ戦ってもいいのかな。さあ、あー、確かボスがもう近かったはず。あ、でも意外と2回目だからか。あ、なんかそうだった。あ、そうだった、忘れてた。この武器が覚醒してる時の三角、なんかなんとか天章みたいなやつが出るんだった俺。あ、ボス来たー。あ、やっぱみんなここで出してるね、救援。行きますか。ちょっと回復足りるか不安だけど。行くか。うわ、ちょっと久々だなぁ、アザイさん。アザイさん普通にね、痛い。カウンターしてくんだよね、アザイさんね。痛い。かっこいいんだよなぁ、マジで。普通のさ、史実っていうか、歴史の方の、アザイさんも好きなんだけど。日本のアザイさんも、デザインがめちゃくちゃかっこよくて。待った、ブブブブブブ、怖い怖いな。よし、カウンターはできなかった。やばいやばい、うっ、危ねえ、やばい。延々ら、違わない、延々ら、これやばいかな。ぐるぐる、やばい、結構ご利用されるな。よしよし、決まった決まった、課金。あー、でもいい感じ。やっぱ張り付くのが大事かもしんないな、やっぱり。
えら痛い、やばい、ど死ぬ死ぬ死ぬ、早く、やばい、あーマジでか、捕まれた。でも完璧だったな、掴みに来るというタイミング。ちょっと守って一旦してから回復挟もうっていうタイミングだったな。ガードを崩されてしまった。やっぱ強いわ普通に。掴み、危ねえ、待て待て、やだやだ、この人で消費したくない、この人で消費したくない。オッケー、危ねえ。やっぱ主人を守るために必死だったんやな。よし、あーこう動きやっぱあれだよね、危ねえ、技の出が早いから基本的に。やばい、させてくんない、大丈夫かこれ。待て待て、こう掴みが早いよなマジで。だマジちょっと本当に結構しんどい。回復するやつ、うーっとっとっと回復して、あぶね、危ない。ちょっと常闇来たらあのスタミナ回復するやつ使いたい。これ無理なのかな、回復して危ねえ、掴みの流れが綺麗すぎて、うぶぶぶぶ、ちょっと待って、あー今回掴みなんだ、掴みパターンとあの大技パターンがあるんだね。やばい、よく使っとかないとこれ死ぬんじゃないか。回復して、ほら、うっぶねえ、うわっと、スタミナ回復するやつも使うか、使おう。オッケー、よし、あれできなかった、カウンター、回復するやつ、いやーこれはちょっと行きたい、ダウンまでも、おめっちゃダメージ入った、ラッキーラッキー、オニビ、いよいよ避け、危ない、避けてカウンター来た、危ねえ。やっぱアザイさんめっちゃいいな、かっこいい、うぶぶぶ、やばいよ、うっ、カウンター、いけるいけるいける、回復して、削れる削れる、斧投げて、危ねえ、かっこよい、かっこよすぎる。よし、これはもうご了承、斧投げ選手権、あやばい、調子乗ったら死ぬ、やばいやばい斧投げで決めようとして、欲が出たら死ぬ、そこじゃない、オッケー、あぶねー、欲出たら死ぬあぶねー、あー、あたやさんお久しぶりです。あーやっぱ強いな普通に、つかみのね流れが早いよね。お市様、なんとか元気になってくださればいいが、今はかける言葉さえ見つからん。心苦しいことだが、これで信長様を阻む者はいなくなり、いつでも機内へ進軍できるだろう。あったっけ機内で。近頃信長様も霊石の持つ力に強く興味を示されていてな、霊石に詳しい俺たちを見込んで、なんと城を与えてくださるそうだ。霊石の力があれば秀吉には怖いものなんてない。俺たちの夢はまだまだこれからでっかくなっていくぞ。なあそうだろ秀吉。こっからね、藤吉郎さんがまああるね人物によってどんどん闇落ちしていくんだよなということで今回は過去中の翼やっていきました。いやーやっぱね、浅井さんかっこいいね。てかやっぱここのミッションのステージ苦手だな
これあれかな、メインミッションの時もだったけど、なんかサブミッションかなんかね、ここの場所の時にすげえ苦戦したのかな。なんかすごい苦戦した記憶あるんだよね、あそこ。ということで、次回もね、またストーリーやっていきましょう。まあ、仁王図2周目なのでね、まあ、しばらくはちょっとね、ゆったりね、やっていくことになると思いますが、まあ、できればやっていきたいかなという。あ、待って、中院の間ちょっと行こうか、最後。まあ、もしかしたらね、都合が合わなくなって途中で、なんていうこともあるかもしれないけど、まあ、できればやっていきたいね。さあ、なんか久々じゃない？中院の間。え、誰だろう？浅井さんかな？浅井さん結構倒したからかな？なんか最近あんまりなかった気がするんだけど、大体全部やったかなーって感じだったんだけどな。え、待って、どこ？下かな？上か？ 下かな？れ？なんか増えてる。あれ、スネ個性じゃいたっけ？悪いやつ、いなくなった。強。強っ。なんでなんで、久しぶり、欲しい。あれ、違う？あれ？誰？おお、こいつ？ありがとよ。おお、和解した。人のオイラたちも死んだら行くとこは同じだ。だったら生きてる時も同じとこ目指せるかもな。聞け。なんか最初にカッパちゃんがいて、あんたがあいつを助けてくれたんだってな。ありがとな。俺もそろそろ行こうかとは思ってたが、仲間も増えたし、もう少しここにいることにするよ。揃ってなかったんだ、逆に今まで。なんでなんで、嬉しい。スリスリしたい。かわいいなぁ。うわ、もういくらでもないのできんじゃん、ここ。あ、なるほどね。揃ってなかったんだね、妖怪たちね。まあ、中院の間もね、もう全部多分やったよね。ということで、今回はこんな感じで、改めて。また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。綺麗だよな、ここ本当に。